どうも、バーチャルフォックスのヤトムです。本日紹介するワールドはショッピングブロール。制限時間内にリストに表示されたお買い物を済ませて競う対戦型ゲームワールドです。ワールドに入ると目の前にはプレイガイドが表示されています。英語なのでご注意。準備ができたらゲームマスターの人がスタートゲームを押すことで開始できます。ゲームが開始されるとモードに転送され、目の前にはリストが表示されます。このゲームワールドのリストに指定された商品を制限時間以内にできるだけお金を残し、商品を見つけたらレジまで持っていくと、正解ならばそのまま会計を済ませることができます。買った商品は×マークがつきますので、それを目安に次の商品を買いに行きましょう。リストに商品名が入っているのならば何でもいいので、例えば〇〇ジャケットというものでも買うことができます。また一定間隔でお店ごとにセールが発生します。その状態で商品を買えば安く済ませることができます。注意すべきはゲームごとにリストの内容は毎回ランダムに表示されることと。他プレイヤーと商品が重複している場合は先に買われると丸マークがついてもう買えなかったり。同じ店がいくつかあるため必ず指定されている商品があるわけではないので注意が必要です。また何も考えずに商品を買うとお金が足りなくなって全て買えないなんてことも起こり得ます。セール中のお店を駆使してできるだけ安く買い物を済ませましょう。制限時間までに多く商品を買い、所持金を多く持っていたプレイヤーの勝利となります。こんな感じでお買い物競争をすることができるクエスト対応ワールドとなっています。全編英語ですが商品は簡単なものとなっていますので、読めなくてもなんとなくでプレイが可能です。他プレイヤーよりセールなどを駆使してお買い物を済ませ、1位を目指しましょう。そんな感じで争奪戦ができるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。